こたやかです。皆さんこんにちは。イエイ。今回のスペシャルゲストが私のマスコットポリポリタイガもいますよ。おはようございます。ポリポリタイガです。よろしくお願いします。イエイ。今日の衣装はね、ギャラップじゃなくてゆりこタイガのオリジナルコスプレ初めて着てます。なんでこのコスプレを着てるのか、今日はコミケの撮影をしに行きました。だからね、コミケとかいろんなコスプレイベントに対してさ、いろんなルールがあるんですけど、皆さんがご存知でしょうか？コスプレルールはね、一応あります。知らない方とか、もう知ってるの方とか、これもあるとか相談欲しいの方が、動画を撮りたいと思います。コスプレルールの5つありますので、1つ目は会場に入るの前に着替えるのは NG です。ということで、イベントに入ってきてからその着替える部屋があって、そちらの方に行ってちゃんと着替えなさいということですよね。で、外国の場合だとこのルールがないです。だから家から出てのコスプレそのまま出ても OK なんですけど、日本はねすごく安全な国なので、電車そのまま乗ったり、コスプレそのままだとちょっとおじいちゃんとかおばあちゃんはすごくびっくりされて、あとは勝手に写真撮られたりとか、まあ、ちょっとカオスになるから、だから日本だとコスプレエリア、コスプレイヤーしか見えないなんですけど、外国だとそのルールがないからびっくりしないで。外国に行ったら普通に電車そのままコスプレイヤー乗ってるし、一回あったんですけど、面白いシーンが、道で普通に歩いたらスーパーマリオカンカンが車でピッピッでされて、パッて見たらスーパーマリオとルイジさんだったからさ、面白さもあるんですよね。確かにそれでも楽しいなんですけど、ちょっと誰がびっくりしちゃうからね。2つ目は下着なしって絶対 NG だし、でも下着を見せるのことも NG だから、ちゃんとストッキングしたりとか、いろんなものをちゃんと隠して、例えば私もあるなんですけど、じゃ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 んじゃじゃーん、そう、これがね普通のパンツ、何もで、これがね実はストッキング、かわいいストッキングをしてます。だから下にもちろん下は本当の私のパンツがあるなんですけど、上にストッキングして、でプラスがそのなんか全然一緒のパンツでな感じですしてます。だからすごく安全な感じで、みんなびっくりしないようにってな感じします。はい、イベントによってもしかしてルールが変わったりとかするんですけど、例えばちょうど街の真ん中の中だと、もしかしてちょっとだけ胸元までを見せるのも NG かもしれないし、それはもうイベントによって違うから、ちゃんとこのイベントに行く前にルールを調べていろんなチェックしてください。3つ目、コスプレエリア以外と休憩のとこ、コスプレイヤーは休憩するの時は取っちゃはいけないです。なぜというと、コスプレイヤーはねすごく大変なので、そういうなんか何時間食べないとか飲まないとかいろいろあるなんですけど、その休憩に入る瞬間に勝手にあじゃあ取ろうってな感じはマナーが感なのでそれが必ずやめてください。で、コスプレエリア以外場所だとちょっとカオスっていうか、人が止まっちゃったりとか、いろんな事故が起きてしまっちゃうかもしれないので、ちゃんとコスプレエリア外っていうか外で、撮った方がいいです。私たちもコスプレはね、普段の自撮りをするときとか、後ろね、一般人とか他のレイヤーさんもいるので、それが必ず、後ろが映らないように気をつけてます。4つ目、夏のときはね、すごく暑くて、化粧がちょっとキューって落ちてしまっちゃうから、何回も休憩に入って直したりとか、するので、その時はね調子悪くなりやすいから、もしかして暑すぎていられないの時もレイヤーさんもね、この時もあるから、まあいなくなったりとか、ちょっと知らなくいないかもしれないんですけど、その時は許したね。レイヤーさんもすごく大変そう、なんか継承がパパパパってキャラッと完璧までに頑張ってます。ちょっと継承がちょっと
消してしまいましたとか落ちた時にツイッターにその写真がアップするのか、もしかしてあれこれがちょっと、うん、違うなって思った時に先にレアさんツイッターで連絡した方がいいです。それはね、必ずそれをしなくちゃいけないレアさんもいるんだけど、私例えばまあ別にって思ってもうこの顔だからしょうがないって思ってるからそんなに気にしないけど、それもね、皆さんはちょっと気をつけようよ。5つ目、これは日本のルールだけじゃなくて外国も、まあ、どこでもあるルールなんですけど、警察か軍隊とか本当本物の誓いのものがしたダメです。なぜというと、本当例えば大変な時に警察を探そうと思ったら実はレアさんだったとか、いろんなトラブルが起こしやすいから、本物の警察みたいの一緒がするのは NG です。それはね、本当ね、大変な時がどうしよう実はレイヤーさんだったってジャンっていろいろ起こしてるんですけど、それはね、やっぱりイタリアでもカラビニエリとかポリツィアとかその警察の名前でもかっこいい、めっちゃかっこいい一緒してるんですけど、それは実はコスプレする時代はダメです。今日はいろいろ言ってたんですけど、コスプレは自分たちの趣味なので、楽しければマナーを守りながらみんなコスプレをやってみて一緒に楽しみましょう。実はお願いがあるんですけど、今年コミケに参加してブースを出すことになりましたので、ぜひ会いに来てほしいです。場所が西 B22A なので、ぜひ会いに来てください。この可愛いのプリプリタイガーのピンとかグッズ、あとはその新しい写真集、ゆりこタイガーのオリジナル写真集も出しますので、ぜひよろしくお願いします。コミケに待ってます。待ってます。バーイ。これが、コミケのためです。そう、初めてコミケで、ブースを出すことになりましたので、受かってオリジナル作品出そうなって思ってて、でこれの機会で。